こんにちは、A ベースプロスタッフの上和也です。今回は900グローバル社最新作トゥルースパールのレポートをお送りいたします。ツアーエンジニアード900シリーズのインセプションとインセプションパール、プライム800シリーズのトゥルースとトゥルースパール、この2つのシリーズはアダプターコアをシンメトリーとアスメトリーに分類し、 S74R カバーストックをベースにストリート、パールカバーストックを使い、コアテクノロジーの強さそのままパフォーマンスの違いで表しているシリーズです。 S74 パールカバーストック、アダプター D アスメトリックコアで発売されたインセプションパールは、インセプションと比べ S74 ソリッドよりも長くクリーンなスキットを実現、バックエンドで動きがさらに加速するように新しく調合されました。回転しやすくデルタ RG の高いコアでプレイ幅が大きく、バックエンドの動きが強調されました。今回のトゥルースパールは S74 パールで同じコアのシンメトリーでの発売です。市場調査ではインセプションパールはしっかりと走りは出ますが、先での動きが強調されて暴れるイメージを持たれる方も多いようです。私の場合はインセプションパールの方がトゥルースパールよりも曲がり始めが早く、曲がり始めてからの動きにフリップ的な加速を感じます。対してトゥルースパールは曲がり始めはやや遅れるものの、暴れる印象はなく丸く切れる感じが非常に扱いやすく、曲がりから始めから終わりまで俊敏な動きの中のコントロール性を感じました。この2つに使用されている S74R カバーストックは900グローバル社の中でも軸となるもので、S74R を基準に上下のソリッド、ハイブリッド、パールが展開されています。特に S74R のパールカバーストックはスキット、オイルキャッチ、ドライゾーンでのリアクションが多くのボーラーに幅広い対応領域を提供できるバランスの良いカバーストックだと思います。多くのボールが発売される中、メインのボールを探している方はこのトゥルースパールがおすすめです。コントロールしながらしなやかに柔らかく切れるリアクションは900グローバル社の中でも1、2を争う仕上がりだと思います。 S74 パールリアクルとアダプターコアの組み合わせではインセプションよりもトゥルースパールの方がコントロール性能がよく感じます。インセプションパールと投げ比べれば分かる、カバーとコアのマッチングは最高です。ぜひ皆様この900グローバル社最新作トゥルースパールお試しください。